科学館とは、自然科学に関連する展示を行う博物館である。例えば、蒸気機関の仕組みや、力学のモデル、科学物質の分子模型などを展示しているものもあれば、交通、通信、鉄道、産業技術に特化した科学館もあるし、子供のための理科、科学教育を主とするものも作られている。また、定期的に科学イベントも行われたりもする。 明石市立天文科学館展示内容は科学館によって様々であるが、総合的な科学館の場合には以下のような展示があることが多い。通常、各項目はテーマ別に展示される。日本においては展示テーマを以下のように絞った科学館も多い。なお、どの科学館においても本物を見せることは展示内容として重要視されている。子供科学館の中には、 アメリカ、イギリスなどのチルドレンズミュージアムを参考に、ハンズオンというスタイルを取るところも出てきている。イギリス、イングランド、スコットランド、スペイン、フランス、モナコ、オランダ、ドイツ、スイス、オーストリア、イタリア、チェコ、ノルウェイ、ロシア、アメリカが衆国、カナダ、ブラジル、中華、人民共和国、香港、シンガポール、タイ、イスラエル、日本、子供科学館閉鎖された、科学館建設中止になった、科学館、ありがとうございます。